セクション1から参ります。はい、超古代遺跡南極大陸に発見。おこちらについて飛鳥先生、ね、お話しください。南極大陸、うん、一言で南極大陸と言ってますけど、実はものすごく分厚い氷が乗っかってたんですよ。場所によっては4キロとかね、富士山より高いんですよね、うんうん、もうちょっとゴーッと重さですから、もう沈み込みますけどね。へ、俺何言ってるかというと、あの氷の下誰も見たものがない。ロシア、ね、ボストークって名前がついてる湖があって、はい、で実は2012年にね、あのボーリングして、はい、それ見つけて、それを吸い上げて、で実はその中にどんなものがいるか確かめたんだよ、うん、はい、で、あの微生物が出てきた。今我々は知っているバクテリア等々のものとの共通点というのは 86% しかなくって、あと残り 14% は未知。へえ、これ大変なことになっちゃったんだよ。へ、地上に存在しない微生物発見、うん、でこれねバクテリアだよ、これ兵器に使えるんです。だって免疫ねえんだもん。これ兵器ですよ、うん、それを見つけたんで、それ公開しちゃったのはちょっとまずかったんですぐ訂正して、実はこれを開発して細菌兵器もしくはバクテリア、いろんなものに使える、うん、でアメリカ実はもうとっくに動いてて、あの軍事衛星南極探査プロジェクトってあって、はい、南極大陸の地下をマップの地図を作った。そうするととんでもないものが出てくるんだよ、はい、その中のあれ紹介するとまず1番ね、うん、これ約4000メートルか3000メートル級の氷の下にこう妙なものがあるんだよ、これ、はい、特に右下、ええ、これなんかお城みたいに見えない？あ、本当ですね、城跡のようなでしょ、ええええ、なんか変だよね、はい、自然物にしたら、うん、人工的に作られたものように見えますよ。なんか城塞の跡というのも、そうですね、見えないことはない、うん、ね、こういうようなものが、うんうん、南極大陸の地下にいっぱいあるんだよ、うん、ということは南極大陸には人類がかつていたってことなんだよ。どうしよう、はい、セクション2に参ります。はい、大西洋上に浮かぶ諸島の海底に超土級ピラミッドが存在。おお、これ、そうですね、これ2013年9月頃なんですが、はい、北大西洋にアゾレス諸島ってのがあるんです。その中のね、テルセイラ島っていう小さい島があって、でその南の方にちょっと大きな島でサンミゲル島ってのがあるんですね、うん、でこの2つの島の間の海底にちょっと変なものが見つかったんだよ。なんか四角錐、なんか巨大なものが映ってる、うん、で世界中に発表された、うん、で大騒ぎになっちゃうわけ、でこれね完璧な四角錐なんですよ。一辺約100メートル近いのね、下がね、四角が、まあ、90メートルと言われてるんだけど、うんうん、でだいたい高さがね60メートルぐらいあるんだよ。うん、で海水面からだけ40メートルぐらいがまあその先っぽなんだけど、ピラミッドの、はいはい、明らかにピラミッドなんだよ。ユカタン半島に巨大な隕石の跡が見つかったんです。小惑星がぶつかった。あら、2000年前に衝突したんです、小惑星が。その時ものすごい天変地異が起こる、うん、もう陸だったものが沈み、はい、沈んだところが盛り上がり、うん、でもっと言うとものすごい天変地異がアメリカ大陸を襲ったんだよ。でそれはカリブ海も含めてあの辺りも全部影響する、はい、火山も噴火する、ええ、だからあの当時陸地だったピラミッドの部分が一気に沈み込んだ、うん、ダーン。それがこれだ。
続いてセクション4に参ります。はい、衝撃、金星上空に浮かぶラピュタ。ねえ、ラピュタですよ。どうしますこれ。実はこれはあの聖書から書かれてるんですよ、うん、あのノアの大洪水以前に、ノアの叔父だったエノクって言われてて、エノクの町っていうのがそのまま取り上げられた空中に、はい、でこれがあのラピュタの元 でスウィフトっていうね、彼がガリバー旅行記で初めてこのラピュタを登場させるんだけど、実はこの、エノクの町っていうのは彼ちょうど旧正六面体構造なんです、うん、どういうことかというとあのキューブなんです。はあ、はあ、それがこうくっついた形、合体していくんですか。で最終的に、まあ、あのこれね載ってるんですよ、あの黙示録に、はい、聖書の、はい、でこのサイズが凄まじいんです。でこれがどうもキューブがガチャ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 ってこうつながっていくみたいな。だから一個一個はきっと立方体なんだろうね、ほう正六面体なんだろう、はい、でもこれが合体合体していくと、うん、巨大な階段状ピラミッドが出来上がる。不気味ですね。でこれが今合体しつつあるシーンが実は撮られてるんです。はいはいでしょ。であのちょっとあの4番目ちょっと見てみましょうか。はい、これなんかあのこの右下にあるのは金星です。あ、はい、これ薄黄色い色、これが本当の金星の色ですからね。うん、でこの金星の上空に何か何か何かいるんですよ。白いものが見えますね。光がね一部当たってるからはっきりしないけど、はい、これキューブ状のものが合体してるんです。うん、今太陽の太陽大気の上空を公転し、うん、もしくは太陽に着陸しているかもしれない。太陽はね原子炉じゃありませんから、内部、はい、山も火山も海も生物もいます。だからラピュタは太陽にいる可能性は極めて高い。セクション5に参ります。はい、驚愕、自衛隊訓練中に突如出現した UFO。 今の話2013年に起こったことです。はい、あ昨年ですね。はい、8月24日、はい、時間まで分かってる7時半ごろ、夜の7時半ですね。だったら10時、これ実はね、うん、あの富士総合火力演習ってのは必ず年1回あるんですよ。はい、この時期にね、あのですね、まあその夜になる前ですけど、うん、これ9番、はい、これ戦車撃つでしょう。あ、はい、どうもここの時にもうすでに妙な光が映ってるんですよ。ちっちゃな、あ遠くにポンポンと、はい、小さな黄色の光が見えます。確かに、うん、はい、でこれヘリコプターだったらヘリコプターは見えますからね。ああそうですね、うんうん、機体が見えますね。だからこの光は何なんだってことなんで、うん、いよいよ自民党が特定秘密保護法とか、はいはい、もう一つもうだからあれ集団自衛権の法案ですね。そう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 、でもう準備ができたんで、うん、これから自衛隊とアメリカは一体化する、うん、はい、もうできた。じゃあもうプラズマを使うアメリカの兵器システムと自衛隊の訓練は一緒、うん、